私のいない間にまさか悪さをしているのか。そいつらにこう伝えておけ。お仕置きしてやる。やだな会長、お仕置きしてやるなんて興奮するようなこと言わないでよ。いつの間に、というか勝手に控室に入るな。だってそこが空いていたから。不用心だね、こいつ。あら、また来てくれたの、うすいくん。何ですかその箱。いろいろ取り揃えてみたの。防犯グッズ？ほら、今コスプレ喫茶の従業員を狙うストーカー事件とか起こってるの知ってる？困ったことに結構多いらしいのよ。だから、ま、うちのご主人様は大丈夫だと思うけど、万が一のためにミサちゃんも持っておきなさいね。わかってるのかな？夜道は何があるかわからないんだから。一人で遅くまで残っちゃダメだぞ。ふっ。お前マジでいい加減にしろ。今からバイト？ついてくんなよ。よしよし。新しいものと交換いたします。 ありがとう、ミサちゃん。店長が言ってた変質者。こいつバカ力。何のつもりだ、薄い。ストーカーごっこ。度が過ぎていることを教えないといけないようだな。お仕置き？ドキドキ。ああ、あのな、薄い。普通の女の子だったら訴えられているぞ。それはそうと、裏口の鍵が開いてたよ。あ、会長さ、もう少し自覚した方がいいよ。え？強いからって安心してるみたいだけど。あんたも女の子なんだよ、ミサちゃん。話せ！どこまでも人をバカにして、なんだよ、忠告のつもりか？そんなこと十分わかってるよ。帰れ。じゃあね。あいつ全然分かってねえ。もうしょうがないよな。ごめんなさい。しかし君たち、この人の本当の姿って何だと思ってたの？気になる。そのメイドなのに普段は S なのかなと思って、うん、だったらお仕置きしてもらいたいなって。ふん、君たちは M なんだね。ええ、まあ神聖です。残念だけど、これは俺が飼ってる可愛いメイドだからね。貸し出し服。薄いなんかに飼われた覚えはないわ。いや、しかし言うべきことはちゃんと言うのが正しい。薄い、ありがとう。
どうしたの？会長珍しいね。うっすい。またあの連中に追いかけられてるの？いや、少し頭を冷やしに。メイドのこと、あいつらに言おうと思う。不意をつかれてバレてしまった時のことを考えると、まだ正直に今打ち明ける方があいつらにとっての理想の私に近いんじゃないかと思って。またあいつらのため？自分のためじゃなくて。そうだよ、結局私が怖がっているんだ。メイド姿を見られてあいつらのイメージを壊すこと、軽蔑されること、一度好意を寄せてくれた人間に失望されるのは辛い。ま、俺は失望しないけどね、会長が何をしてようと。ほら証拠。うわぁ、何堂々と持ってんだよ。お守りだもん。何の？愛の。そろそろ教室戻るかだな。ああ、奪おうとした会長が悪い。あれはヤバいって。どうしよう、いくらなんでも取ってこようか。でもお前、今からじゃ下のやつらに拾われるのが先じゃ。って何やってんだ。最短距離。そりゃそうだが死ぬっての。会長が取ってこいって言うなら取ってくるよ。何言ってるんだお前、なんでそこまでしようとするんだよ。なんでって、そりゃあゆざわが好きだから。さすが俺。ほんと、さすが。大バカ者め。師匠、何かあったんですか？うわ、薄井さん。早く病院へ。別に大丈夫だと思うよ。屋上から飛び降りて平気な人間がいるか。一体何がどうしてこんなことに。何があったんですか？お前らに話してないことがある。実は私のバイトは。会長、それって放課後は俺が会長を買ってるってこと？さっきのご褒美に俺が秘密守り通してやるよ。ボディーガードですか。かっこいいです。さすがです師匠。そういうことなら我々も邪魔するわけにはいかないですね。あれ、薄井さんって何者？やっぱり誰にも邪魔されたくないよね。はあ？これ以上ミサちゃんのファンが増えてもな。メイド服で看病して。
あいつは変態だ。立派な変態宇宙人だ。